はございます、2021年7月23日金曜日です、本日からですね、東京オリンピックが開幕します。で今日はですね夜あの開会式がメインスタジアムであるんですけれども、今日はですねこの朝から、1日を使って、都内にある、オリンピックの会場を、外から、ちょっと、どれだけ、回れるか試してみたいので、ここはですねあの味の素スタジアムなんですけれども、この味の素スタジアムから、都心の方に行って、1日、周辺を、選手村含めて、今しかちょっと見られない景色だと思いますので、その辺をちょっと紹介した様子を、レポートしたいと思います。で、非常に、今日も最高気温が33度34度っていう中なんですけれども、暑い中しんどかったら途中でやめるかもしれないんですが、歩けるところまで、行ってこようかなと思ってます。でオリンピック会場はですね、ヘリティッジゾーンっていう、1964年の東京オリンピックで使用した建物がメインで、やっているところと、あとベイエリアっていう、お台場とか有明とか夢の島とか、そっちも、ベイエリアとして、会場が、今大会に向けて、設置されている場所が、2つエリアがあるので、最初はこっちの、ヘリティッジゾーンを回って、それから、海の方に行こうかなというふうに思っています。今日からですね、検温をしだしまして 36.2 度です。はい、ではもう暑いんでですね、次の会場に行ってきます。こちらがですね、東京スタジアムです。私はですね、味の素スタジアムって言った方が馴染みがあるんですけれども、ここはですね、オリンピック用に作られた場所ではなくて、2001年に作られてますので、もう開設してから20年経つわけですね。で収容人数は4万8000人で、ここではですね、昨日もですね、サッカー男子の1次リーグの初戦、日本が南アフリカに、久保選手のゴールで1対0で、無事に勝ち点3を得たんですけれども、サッカーと、近代五種、それとラグビーが行われます。でここはですね、本当は左側にこれゲートがあるんですけれども、そのゲートから中には、今は入れません。で大阪府警のおまわりさんが、周辺の警備に当たっている様子が、先ほど確認できました。こちらが、武蔵野の森総合スポーツプラザとなっています。ここはバドミントンとフェンシング、近代五種のフェンシング、あとパラリンピックの車椅子バスケットボールの会場になっています。収容人数は7200人、会場が、2017年建設費351億円をかけて作られたそうで、あれは外観だけで、あと中にですね、メインアリーナとかプール、トレーニングルームなどがあるそうですね。こちらが武蔵野の森総合プラザです。ちょうどここもですね、バリケードがあったり、こっち側がもうフェンスでこう入場できないようになってますので、ここまでがしか行くことができません。見える歩道橋の部分ももう立ち入り禁止になってますので、ここでの撮影です。武蔵野の森スポーツプラザの裏手にやってきました。こんな感じでですね、バリケードに覆われてますので、ちょっと中の様子がわからないですね。あそこに搬入口がありまして、この周りはとにかく、あそこもそうなんですけど、警察の、機動隊が後ろにあったり、警察関係の建物が、ここあれか、でもこれ車両置き場みたいになってますね。本当は調布不支援と書いてありますけれども、警察の詰め所ですかね。味の素スタジアムがですね、ちょうどこの向こう側になるんですけれども、その味の素スタジアムの、北側にやってきました。少年たちが、野球をやってるんですけれども、このグラウンドの奥がですね、武蔵野の森公園といいまして、明日7月24日25日のですね、自転車のロードレースの、スタート地点がこの奥になります。
ここから山梨方面まで、ロードレースが行われます。ではこの後はですね、都心の方に、電車で、移動して、ちょっと周辺をまた歩いてみようと思います。国立代々木競技場にやってきました。なんか代々木競技場っていうとちょっと違和感があるんですけど、まあ代々木体育館っていうふうに一般的には言われて、普段だとバレーボールですとかバスケットボール、あと音楽のライブ等をやっている場所です。ここはですね、あの64年の、前回の東京五輪の時に、まあ、水泳中にあるプールですね、水泳とバスケットボールの会場になったようで、今回もですねは、ハンドボールと、パラバドミントン、車椅子ラグビーですね。1964年に、作られたようですね。今日はなんかイベントがなさそうで、人が全然いません。でこの後ですね、あのブルーインパルスが飛ぶそうなんで、まあ、歩道橋すごい人がいるんですけど、ちょっとあちらで、まあ、見ようかなというふうに考えてます。全然取れない。うわー、すごい。東京体育館ですね、ここですね、前回の、1964年のオリンピックで体操と水球の、ま、会場になったそうで、中にプールがあるようですね。で今回はですね、オリンピックもパラリンピックも、卓球の会場になっており、収容人数は7000人で、会場が1956年ですね。なんで昭和31年、前回大会より前から、建物としてはあったようですね。こちらもですね、このフェンス沿いまでが限界で、こんな感じで、中に入ることはできません。メインのオリンピックスタジアムにやってきました。周りがですね、このような形で、囲いがされてますので、こういった形でなかなか全体を見渡すことができないので、今もちょっと外周を歩いてきた形です。ここはですね、2019年に、総額1569億円をかけて、
作られ、このオリンピック用に、旧国立競技場から新しく作られた、新競技場ですね。で、公演中今現在の収容人数は一応6万8000人となってるんですけれども、大会後はですね、新たに、球技大会の、専用競技場に、作り直して8万人が入るように、改修工事をするようです。今夜ですね、開会式を迎えて、こちらではですね、あと開会式、閉会式、あと、まあ、当然トラック競技とサッカーで、パラリンピックも、開閉会式と、あと陸上競技が行われるようです。かなり、まあ、一般の人たちで溢れかえって、警察の警備もかなりされています。日本武道館にやってきました。ちょうどこの位置でないと、一番こうてっぺんの部分の玉ねぎがしっかり取れないので、ちょっと正面からずれてますけれども、ここはですね、前回の東京オリンピックの1964年に、作られて、当時も柔道がそこで開催されたようなんですけれども、その後はですね、まあ64年の2年後に、ビートルズが来日したり、現在でも音楽のライブですとか、まあ、柔道もそうですし、あとはどっかの大学の卒業式なんかも、ここを使ってやっています。で、今大会では、ここはですね、ここまた柔道と空手で、あとパラリンピックも、柔道がここで行われるそうです。建設費は当時20億円、集客人数は1万1000人だそうです。で、ここの、日本武道館で、ヘリテッジゾーンは終わりまして、この後は、ベイゾーンですね、海の方に、行ってきます。